皆さんこんにちは。 ZB20 ニュースが始まりました。司会のアナです。大家好， ZB20 ニュース開始囉。请大家欢迎收看。我是司仪安娜。自主公演担当の G2 です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは11月23日行われる Zoofield Muse Special についてお伝えします。はい、動物たち全員参加の一大イベントです。毎年大晦日に行っていたんですけれども、今年は所沢ミューズがしばらく改修に入るということで前倒して行われることになりました。それでは去年の様子を見てみましょう。様子にご紹介いたしましょう。指揮者のオカプさんです。そして演奏をお届けするのはコンサートマスターのオルコットさん率いるズーラシアフィルハーモニー管弦楽団です
Thank you.
ちょっと悪魔ですか。お前もラルギャルしてやろうか。毎年看板になる人間公演なんですね。はい、そうなんです。なんといっても動物紅白歌合戦などこの日しか聴けないレアな曲が満載です。今年は冒頭のファンファレも新曲でお届けします。それでは作曲家の高橋博さんのお話を伺いましたのでこちらの映像をどうぞ。こんにちは、作編曲の高橋博です。11月23日所沢ミューズで、演奏会やりますが、オープニングは私のファンファーレ、華やかに始めたいと思います。どんな曲かはこれから書くのでまだ何も考えていません。そうですね、こうワクワクするような曲にしたいと思ってます。それからですね、休憩時間には鍵盤ハーモニカを使ったちょっとした10分ぐらいのロビーコンサートもやる予定です。楽しい曲揃えますのでぜひそちらも聴いていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。ひろきさんのロビーでのミニコンサートいつも大人気ですね。はい、そして同じくロビーで行われるファンクラブ会員さんによるズーラシファンブラスフェスティバルも見逃せません。今年はなんと11組もの皆さんに出演していただきます。本編のコンサートだけでなくロビーイベントも盛り上がってくださいね。これから今月発売になる商品をご紹介いたします。はい、こんにちは、商品担当のゆっきーです。2018年も10月に入ってもういよいよ来年が見えてきましたね。ということで
来年2019年のカレンダーが今日10月1日から発売になりました。可愛いですね、はい、こちらなんかちょっと見てみましょう。1月はズーラシアンブラスの皆さんがおせち料理を楽しんでますね。アドクちゃんも大きく映ってるね。はい、他にもお友達のつるうさぎさんの可愛いお写真ですとか、あとあオセロットさんちっちゃく映ってますね。はい、あと今年の8月に行われました夏祭りの様子のお写真も入ってます。暑かったね。はい、こちらの商品音楽の絵本ウェブショップやズーラシアンブラスファンクラブストア、あとはコンサートでも販売しておりますので、よろしければ手に取ってみてください。あとはちょっと肌寒くなってきましたが、今私が着ているこちらのズーラシアンブラスのパーカーも販売しております。こちらもズーラシアンブラスファンクラブストアで販売しておりますので覗いてみてください。さて、それでは今回はこの辺でお別れです。大家好，我们这次节目就到这里进入尾声了，我们期待下次见，拜拜。